Hi everyone, how you doing? I'm Crystal from Honolulu. 皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？クリスタルです。今からですね、2024 June 23rd Sunday の、星読みをしていきたいと思います。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。チャートはですね、東京アトヌーンで撮っておりまして、YouTube のコミュニティ、そしてですね、Instagram にも、アップしておきます。はい、じゃあどうぞよろしくお願いいたします。引き続きですね、月は、ヤギ座さんにあります。はい、そしてですね、太陽は蟹座を進みます。正午の、ね、時点で、3度なんで、その、ね、3度の、サビアン的エネルギー、私たちに平等に、ね、降り注いでくれているサポートのエネルギーはどういった質かと言いますとね、自分の知性で判断するのではなくね、直感や周囲の人々の導きに従って行動することが吉といった感じの、ね、エネルギーが流れております。よかったらね、なんかこう直感降りてくるぞとか、何かね、いつもね、信頼している人からの、助言があって、なんかそれがもしもあピンとくるような感じで、あやってみようかなと思ったらね、それを参考にちょっとね、試みてください。午前中はですね、このね、理性を持って行動に移せれるヤギ座の月と、そしてヤギ座の守護星である土星がセックススタイル、いい調停、あの 調和の取れた、エネルギーが流れてます。そして月と牡牛座にある火星もトライン、月と蟹座にある水星とオポジションにありますがね、この蟹座にある、ね、水星と、知性とコミュニケーションの水星、そしてね、あなたのきらめき人生の、楽しいっていう風にね、金を含めた上でね、金星とともに、火星とはね、セキスタイルなんですね。はい、そのうち、月と水星と火星で、調停を組んでくれてます。このね、すごくね、調停がいいです。今日ね、仕事ね、お休みの方もね、たくさん、平均的にはいらっしゃるかもしれませんけど、まあね、この2日前の夏至、21日の夏至のね、夏至図、クリスタルも読ませてもらった夏至図は、秋分の日まで、秋分であってるね、3ヶ月、間ね、エネルギーが、続きます。要は、何かね、一段階上に上がって、それをかなり具現化していこう、収穫に向かって、進んでいこうっていうエネルギーでしたよね。はい。このね、3ヶ月あなたが立てたプランを進めていくのにもね、すごくね、強くね、サポートしてくれているエネルギーとなっております。そしてね、夕方ぐらいからは、月は天王星、新天地に連れて行ってくれる。人によってはね、ちょっとええかなって思うようなね、突然の、変化とかもありますけど、それも自分が魂的にプランして、突然そういうことがないと自分はその行動ができないみたいな感じでね、人それぞれ、ブループリントに書いた内容は多少なりとも違っておりますけど、それにね、すごい関係している、天王星が、トラインをね、取るように、どんどんね、動いていきます。深夜にはね、なるんですけど、このヤギ座にある、最終度数を進む夜になるとね、月と、天王星、そしてね、連日お伝えしている、ピークを、三角形のね、ピークが、海洋星、あなたの理想、プラスに使ってくださいね。理想を高く、このね、3天体が、前に進めてくれるようにね、これもいい感じの、三角形が出来上がっていきます。はい。よってね、この日曜日はね、このヤギ座の月の、ごめんなさい。寄ってね、とか言っちゃった。ごめんなさいね。でね、最後になるんだけどね、あえてね、この今、ヤギ座の月っていうのは皆さんも、分かってくださったと思いますけど、この、満月のね、星読みも、もしも、ご存知でしたら、ヤギ座さんっていうのは本当に着実に十二星座の中で一番、ステップアイステップ、粘り強くね、具現化して、あなたが思う、それぞれのね、計画を、ゴールに向かって歩んでいけれるエネルギーなんですよね。これがみんな私たちに、サポートのエネルギーとして流れているんですが、このね、明日ごめんなさいね、今夜読んでるんでね、22日の23日は、このヤギ座の月の横に同じくね、今ヤギ座にある小惑星のセレスが一緒に肩を並べて、前進していきます。ただね、このセレスはね、逆行しているんですよね。
そして逆行する時っていうのは水星の逆行だと皆さん、分かってくれると思うんですけど、ちょっと見直しだったり、ちょっとスピードがゆっくりになるんですけど、あえてねこの逆行を使っていきましょうっていうか使っていきましょうというか、そういう流れになると思います。なのでね、通常の理性を持って着実に進んでいく中、さらにさらにこの逆行が、あることによって、計画をね自分でね、あ、果たしてこれはこれでいいのであろうかみたいなね、計画を練り直したりね、やっぱヤギ座さんっていうのは悪いようにはちょっと心配性だったりするとこもあるんですけど、点検点検点検しちゃう傾向が多いエネルギーが流れてるんですね。特に土星が守護星なんで、あなたのね出生図にも、結構ね土星が1ハウスとかにあったりすると、すごくね、家を出た時にね、あ、また鍵ちゃんと閉めてるかなとか、ガス切ったかなみたいな、今で電気ですよね、切ったかなみたいな感じでチェックするのがこのヤギ座的エネルギーだと思ってください。これがね、要はね点検するのすごくいいですよね。結局これから3ヶ月間どん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 、着実に具現化、前に何かしら進んでいきます。あなたが立てたプランがね、これで合ってるのかって、間違ったまま進むより、そうやってね見直し点検っていうのは、特にね日曜日なんで、先ほど言いましたけど、お仕事が、朝廷がね、お仕事の人は進むけど、もしも今日お仕事がなかったりとか、その計画しているようなことに行動が出なくても、お家でゆっくりすればするほど、この頭の中でね、まあ、ゆっくりリラックスしながら、それをねポーっと頭で浮かんで、あ、これこうしようみたいな感じでね浮かんできて、見直しが効くかもしれないってことなんです。だから点検したり、粘り強く少しずつ着実に進んでいくといったサポートが、この、月のヤギ座、その横に、セレスの逆行しているヤギ座が効いてくるんじゃないかなと思います。だからそういう傾向があったら、あ、セレスもヤギも月も効いてるんだなっていう風にね、ちょっとね味わってみてくださいといった感じです。はい、よかったらね参考にしてください。素敵なね日曜日をお過ごしください。 Thank you for watching and thank you for listening everyone. Have a nice Sunday.